3 4便空中衝突事故とは、1987年1月15日にスカイウエスト航空1834便とムーニー m 2 0が空中衝突した航空事故である。事故はスカイウエスト航空機が30分遅れでソルトレークシティ国際空港の滑走路34へ着陸侵入中に発生した。ちょうどその頃、 乗員二人を乗せたムーニーエム -20 がサウスバレー地域空港を離陸した。両機は空中で衝突し地上に墜落した。スカイウエスト航空機の主要部分は金網のフェンスを滑りながら通り抜けた後、郊外の街路の中央で止まった。多くの人々が大きな衝撃音を聞き、その時残骸が至るところを飛んでいたと伝えた。遺体は1マイル四方に飛散していた。 遺体の身元確認をするために仮設の遺体安置所が近くの境界に設置された。その後のインタビューで勤務していた管制官はスカイウエスト航空機が90度への旋回を始めた時に事故が発生したと主張した。事故の調査が行われた結果最終的に事故の責任はソルトレイクシティ国際空港の空港レーダーサービス区域に迷い込んだムーニー m 2 0の 共感パイロットにあるという結論を出した。また調査において、モードシートランスポンダーの欠如と、航空管制による空中衝突防止の限界も指摘された。ありがとうございます。